はい、皆さんこんにちは。ヒデシチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は3月の12ですね、日曜日でございます。3月もねもう半ばということで、時期的に卒業とかね、まあ、その後の入学とかのシーズンかなと思います。なのでまあ学校を卒業した、卒業を控えてるっていう方で、免許をね、よし今から取るぞっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかと思いますし、もうね、免許取って、もうバイク、あるいは車、買おうって、今ね、いろいろ迷ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そういう時期ですよね。まあ、こうして僕もね、バイクに乗ってるわけなので、まあ、バイクをね、こう買う前のワクワク感をよく、分かりますし、まあ、楽しいですよね。一番楽しい時期かもしれないですね。で、そのバイクの楽しみ方っていうのはね、人それぞれいろいろあるかなと思うんですが、もちろん純正ノーマルのまま楽しむよって方全然 OK だと思います。一方でやっぱりちょっとねいじりたい、いじくりたいって人も、まあ、僕もどっちかっていうとそっちなんですけど、一定数いるかなと思います。でもっと言うとそのいじり方もね、どういうんかな、機能をアップしたい、性能を上げたいっていういじり方と、どっちかというと外観をいじりたい、かっこよくしたい、見た目をねっていう、大きく2つ分かれるかなと思います。もちろんその両方もあると思います。早くなおかつかっこよくみたいなね。でバイクなんてものはね、もうこれ完全に趣味の世界なんで、好きなようにいじれば基本いいわけなんですけど、時々見かけますよね。どうしてそういう風にしたのって、まあ勝手なんですけどね、人の。ただどうせやるなら、ま、おかっこいいねって思われる方がいいじゃないですか。でこうやっていじったら外観かっこよくなるよみたいな、僕もねセンスがあるわけでも何でもないので、そういった情報をお伝えすることはできかねるんですけど、その逆、これをやったらちょっとねかっこ悪くなる可能性があるよみたいな、そんなお話をね今日できたらなと思います。まああくまでも個人的な、もうバリバリ主観なんですけどね。皆さんがかっこいいなって思うバイクを目にする場面って、なんかな、レースだったりね、あるいは行ったショップのデモカーだったり、またはまあ個人なんだけど綺麗にね手を入れられている方の車両みたいなのを見てね、おかっこいいなって思うことは結構あるかなと思います。で簡単に言うと、そういうのをまるっとコピーれば間違いないんですけど、それはそれでねオリジナリティがなかったりするんで、一部真似したりするんですよね。でこの一部っていうのがくせもんで、だいたいねバランスを崩して失敗するんですよね。そうだからバランスなんですよね。結論から言うとバランスよくやればだいたいかっこいいんですよ。ただそうじゃないのが結構見受けられます、ちらほらとというお話でございます。でこうやったらねちょっと格好悪くなる可能性があるよみたいなのをこう列挙してもいいんですけど、ちょっとキリがないのでどうしようか。代表的な3ついきましょうか。じゃあその例えばの1個目、何からいこうかな。あれからいこう。光物ね、もっと具体的に言うと LED、まあ、昔で言うと豆球みたいなやつをなんか車体のあちこちに埋め込んだりして光らせてる人いません？その昔ねビッグスクーターのブームみたいなのがあって、その時もね、まあ、イカ釣り漁船って揶揄されたような、されるようないじり方、要はなんかカウルの中の方に LED 仕込んでねピカピカ光らせたりっていうのが流行ったんですよ。それを今でもまあ言ったらこんなバイクでやってる人、あれはねまあもちろん趣味思考はあるとは思うんですけど、どうやってもかっこよくならないと思うんですね。もう光るべきところが光る、
それ以外は光らないのが僕はかっこいいかなと思いますので、光り物はやめた方がいいんじゃないかなと思います。それが1個目。次2番目どうしようか。ちょっとね、賛否両論あると思うんですけど、ステッカーね、ステッカーってむずいと思うんですよ。まあ、僕ステッカー貼らないんですけど、もともとねメーカーが貼ってるこういった、まあ例えばスクリーンとかのステッカーはまあそのままにしてるんですけど、それ以外でまあ自分でまあお店で買ってきて貼るってのをねやりがちなんですが、特に初心者の方ね、あれ大体かっこよくなんないですよね。なんでかなあれって考えた時に、やっぱね冒頭申し上げたようにバランスが悪いんですよ。と、誰でもどこでも手に入るようなステッカー、そういったの貼ってもあんまりかっこよくなんないんですね。まあ、レースやる車だったり、まあ、ショップのデモカーだったりね、かっこよくステッカー貼ってると思うんですけど、あれねなんていうかな、フォントとか、ステッカーの色大きさ、そういうのをねバランスよく貼ってるからかっこいいんですよ。だから大きさもデザインも何色とかフォントとかバラバラのものをペタペタ無造作に貼っても大体ねかっこよくなんないですね。なんで貼るときはちょっと考えてやらないと、もう途端にダサくなるので注意していただければなと思います。あとこれ余談なんですけど、まあ、僕もともと車が好きでごちゃごちゃいじってた時期が若かりし頃あるんですが、ステッカーってなんか見えないところに貼るっていうのがおしゃれみたいになんとなく教わったんですね。だから車で行くと表には貼んなくて、例えばダッシュボードとかね、なんだったらボンネットの裏とかね、見る人が見たらおって思うようなのがさりげないのがかっこいいんじゃみたいに教わったんですが、今はそういう文化はあるんかな、ちょっと分かりませんけど。ということで2番目ステッカーでした。で、まあ、いっぱいあるけど最後にしようか。3つ目、アルマイトのパーツ、しかも安いやつ、これもね結構やってる人いると思いますよ。例えばね、このカウルを止めるビスとかね、あとなんかな、この辺のバーエンドとかね、あとは車外のレバーにした時のレバーの調整のレバー、ちっちゃいのがありますよね、ああいうのとか、なんかな、他に、まあ、エンジンとかカウルのビスもそうかな、そういったアルミパーツをなんか色がついたのにしたがる人いません？あれもね、もう掃除てかっこ悪くなるよね。その時のね魔法の言葉がね、差し色って分かります？まあこの青いバイクに例えば赤いのを、まあ、差し色として入れましたみたいなことをバイクに置いて差し色とか大体失敗しますよね。ので、まあ、さりげなくやるんだったらねかっこいいかもしれんけど、大体失敗するので、色付きの安いアルミパーツは避けた方が無難かなと思います。で、大体そういう人がつけてるアルミのパーツってアルマイトがしょぼいので、例えば赤のアルミだったらもうなんかピンク色というかオレンジ色みたいに日焼けして色が抜けちゃってるんですね。そうするともう余計みすぼらしいと。だったら最初からもう黒とかシルバーにしときゃいいというお話でございます。以上、こんだけやったら格好悪くなるよというお話を、まあ、3点今日はねお話しさせていただきました。まあ、何かの参考になればいいかなと思います。ということでね、今日この左手工具屋さんに来たんですよ。前もね1回来たんですけど、久しぶりに来ました。何だったかな、ファクトリーギアさんかな、工具の、まあ、専門店有名ですよね。ちょっと久々にやってきました。というのがね、まあ、僕全然安物の工具ばっかり使ってるんですけど、やっぱりよく使う工具って、まあ、安いせいもあって、だんだん精度が落ちてくるんですよ。まあ、ちびてくるんかな、金属が痩せてね、すり減って。でこういった
きっちりトルクをかけて締めたいところ、あるいはがっちり止まっているものを緩めたいとき、なんかね最近工具が滑り気味になってネジをバカにしそうなんで、ちょっとね一部、まあ、買い、一部買い替えかな。本当はセットでドーンと買えばいいんですけど、そういったのを見に来ました。まあ、行ってみようか。はい、ということでファクトリーギアさん行ってきたよ。いや優しい店員さんだったな。でね、買ったのが貧乏くさいけど、この六角のソケットバラで、3本456かな、僕がよく使うやつやな。なあかっちりはまるね、いいじゃない。この辺なめかけないよね。よしこれで安心。はい、ということでファクトリーギアさん広島店かな、行ってきました。さっきお見せした通り六角のソケットを3つバラで買ってきました。でああいったちゃんとした工芸さんあまり行き慣れてなくて、もうどれ選んでいいか分かんないんですよね。で店員さんにね相談してみたところ、まずいじる対象何ですかと、車ですかバイクですか自転車ですかみたいなっていうお話から始まってね、こういった使い方するんですって言ったら、だったらで僕がお手頃なんくださいって言ったら、だったらこの辺ですかねっても言われたものを買ってきた。ただバラとはいえね1個1000円かな、だから3つで3000円、セットの買おうとするとね6000円7000円かかるんですよ。そこまでじゃないので今回バラで買ってきました。あそうそう、先日っていうか昨日買ったこの太一のパンツ、実にいい感じ。やっぱストレッチが効いてるとバイクは乗りやすいね。この春夏ちょい前ぐらいまでもうこれを履き倒そう。はい、ということで今日はね、時期的にこうバイクとか車にね乗り始める人が多いかなということで、こう、まあ、バイクの見た目を触るにあたって、もしかしたらこういうことすると格好悪くなるかもよみたいなお話を、させていただくのとともに、ちょっとね足らない工具を買いにファクトリーギアさんまで行ってきましたという動画でございました。まあただね、まあ、バイク車こういういじり方したらかっこいいとかかっこ悪いっていうのはまあ完全に個人の主観なんで、冒頭言いましたよね。だから僕がこう思うんですけどっていうお話でしたので、いやいやこうじゃないのみたいなご意見がねもしあればコメント欄等でいただければなと思います。まあとはいえねバイクとか車乗ってなんぼなんで、まあ、新しく免許取られる車両を購入される方、まずは安全第一で運転していただければなと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。